エリザベッタ・テレーザ・ディロレーナは、サルデーニャ王、カルロ・エマヌエーレ3世の3番目の日。ロレーヌ公レオポルトと、ヒ・エリザベート・シャルロット・ドルレアンの娘で、フランス名は、エリザベート・テレーズ・ドロレーヌ、ドイツ名は、エリザベート・テレーゼ・フォン・ロートリンゲン。兄に、後の神聖ローマ皇帝フランツ1世、弟に、オーストリアの将軍やネーデルラント総督を務めた、カールがいる。 リュネービル城に生まれる。1737年、共に母方のいとこであるカルロエマヌエーレ3世と結婚した。二人の間には二男一女が生まれた。カルロエマヌエーレの最初の日、クリスティーナ・ルイージャ・ディ・バビエラ、二番目の日ポリッセナ、ダッシア・ローテンブルグのいずれも創生していたが、エリザベッタ・テレーザも、 バッシ、ベネデットの出産後間もなく29歳で死去した。ありがとうございます。